はい、こんにちは、レゴ社長です。皆さん、とうとうお待ちかねのアベンジャーズの新製品が出ましたね。新製品。まあ、これリークの段階なんで、何とも言えないんですけど、いや、これはすごい楽しみですね。世界ナンバーワンの映画ですよ。じゃあ、早速見ていきます。はい、まずアイアンマンから。いや、これ何ですか？めちゃめちゃかっこいいですね。これ、しかも、手光ってますね。うわ、かっこいいですね。で、これ見た感じ、小型は小型なんですけど、関節フル稼働って感じですよね。いや、これは素晴らしいですね。ミニフィグのデザインもかっこいいですし、いや、これはね、爆売れしますね。はい。はい、こちらの写真見ていくと、なんか肩にギミックが何かありますね。いや、けどすごいですね。指も綺麗に動いて。いや、楽しみですね。で、次行きましょう。はい。これやばくないですか？これ、サノスのミニフィグですよ。いや、これ初めてじゃないですかね。で、ガントレットも再現度めちゃめちゃ高いですね、これ。しかもこのロボのフィルムがめちゃくちゃスタイリッシュで、デザインがすごくいいですね、フォルムというか。いや、これはやばいな。これも早く買わないと。プレネになりそうな予感しますね。じゃあ次の写真。はい、こちらの写真見ていくと、やっぱりすごいスタイリッシュですね。もうモデル体型って感じですね。いやー、かっこいいですね。次行きます。はい、こちら画像を見た感じだけじゃちょっとわからないんですけど、まあ、ソーと国王陛下ブラックパンサーがいるのわかりますよね。で、この敵は何なのかちょっと僕わかりません。で、けどバイクのデザインもかっこいいですね。陛下のマントらしきものもつけてますね、首に。で、あとこのムジョニアル。あ、これはね、めちゃめちゃレアですね。2年前ぐらいからアベンジャーズを知った方ってムジョニアル持ってない方多いと思うんですよ。これ昔の製品にしか付いてなかったので。まあ、この商品も売れるでしょうね。ハンマーがすごいいいんで。かっこいいですね。じゃあ次。はい。写真見ていくと、これアベンジャーズのバイクですね。いや、かっこいいですね。いや、欲しいな。で、次見ていくと、はい、このキャプテンアメリカの、このマスクと服、セットになってるタイプ、これ初ですね。まあ、ゲームのキャラみたいなんですけど、まあ、これすごくいいと思いますね。あと、ホークアイもいますね。で、この乗り物のギミック、結構すごいですね。後ろのタンカーが思いっきり開いてくれる感じで、あと、ザコとバイクがあるって感じですね。いや、これもいいですね。いや、これ全部欲しいですね。というよりも、なんでこの4つしかないんでしょうか。はい、裏面にやってきました。まあ、このホークアイ、剣持ってたらもっと良かったんですけどね。まあ、いいでしょう。はい、まあ、こんな感じですね。はい。あと、マーベル、他にもスパイダーマンの製品が5つぐらい出てますね。いやー、このアベンジャーズとスパイダーマン、これね、もし、需要があればメインでやっていきたいですね。ただ、日本人にはね、あんまり人気ないジャンルなんでね、メインでやっていきたいですね。このアベンジャーズに関しては、もっと倍、3倍、4倍ぐらい商品やっても、もう僕全部買うかもしれないですね。いやー、すごい楽しみです。はい。では、詳しい情報をまた待ちましょう。バイバーイ。あ、すいません。これ忘れてました。これが一番肝心でしたよね。アイアンレスキューとガントレット。まあ、とりあえず楽しみですね。ただ、リーグ画像なんで、まあ、確定ではないので、もし間違ってたらすみません。はい、バイバーイ。